サンライズランド。いやー、このゲームめちゃくちゃ好きなんですよね。好きすぎて3度目の実況になります。いやー、もうすでにこのタイトル画面のこの古い MacOS のような雰囲気、そしてこの BGM のかっこよさ、超絶エモくないですか。早速やっていきましょう。プレイゲーム。はい、もうご覧の通り、もう絵に描いたようなベイパーウェーブの世界観です。で、なぜ3度目の実況かというと、過去に2回実況したんですが、収録環境が整ってないというか、今よりもあまり品質クオリティの高くない、収録環境で収録したものですので、画質だとかフレームレートとかその辺があんまりね、満足いってなかった状態の動画だったので、彼女は気にしていますか。どうなんでしょうね。少なくとも僕は過去の実況のクオリティを気にしてはいましたけども。なので、3度目、もう自分でも納得いくような動画にしようということで、リメイクをしております。リメイクというかリテイクですね。で、このゲームはどういうシステムなのかというと、このようにいろいろイラストがね、飾られて、壁面に飾られているんですけど、例えばマージマージ、この得体の知れないイラストの前に来て、左クリック、右クリックします。すると、このように、アートピース by エマ・ローレンゾ。エマ・ローレンゾ。こんな感じでイラストの詳細が見れます。こんな感じで。で、この2つのイラストは今たまたま2つともチェックしたときに、このピロンっていう音がしましたけど、ピロンっていう音がしないやつもあるんですよね。これはどう？これしないですね。チェックしてもピロンっていう音がしないと。で、チェックしたときにピロンって音がするイラストに関しては、こうやって塗りつぶせるんですけど、まあ、塗りつぶすこと自体は他のイラストでもできるんですけど、塗りつぶしてやるとポイントが手に入るんですよね。はい、画面左上、チェックボックスというかポップアップですね、あれは。ストックスっていうウィンドウにお金の欄があるんですけど、お金が増えるんですよね、こうやって。このピロンって言いますね。塗りつぶしてやると、このように、お金が増えるとともに、謎のクカクカクカみたいな、謎の声が聞こえますが、お金が増えると同時に振り返ってみましょう。ザン。ご覧の通り、シャレ神戸さんたちが、僕のことを追いかけてくるわけですよ。こんな感じで、ね。で、あいつらに捕まってしまうとダメージを受けます。体力が削れてしまいます。で、体力の表示も画面左上のポップアップ、ストックスのところに HP っていう表示がありますが、あそこの体力が少しずつ減っていきます。非イズル国、サンライズランド。で、体力がゼロになってしまうとゲームオーバーです。まあそんな感じで、同じく、左上のウィンドウ、ストックスのところに、ペインティングレフト11って書いてますけど、あと11枚のイラストを塗りつぶせば、もう、全クリっていう状態になりますね、いわゆる。ちょっとこれもピロンって言うんで、塗りつぶしましょうか。あんまり欲張りすぎると敵に追いつかれてしまうので、欲張りすぎないように、うまく立ち回りながら、パタ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 、危ね危ね危ね、スレスレだった。こんな感じでうまく立ち回りながら多くのイラストを塗っていくと。で、マップの外、この辺とかからマップの外に出れるんですけど、まあマップの外に出ると一応ドロップアウトっていう扱いになります。その時点のスコアが自分のスコアになるっていう感じでゲームが終わるという感じになります。まあそんなところですかね。あとはうまく逃げながら、欲張りすぎず、ビビりすぎずいい感じにイラストをたくさん塗りつぶしていくと。で、あの敵さんたち意外と足が速いんですよね。
こうやってある程度欲張って欲張って塗ることもできるんですけど、それなりに足が速いので常に背後に張り付いている状態っていう感じになります。これぐらいの、常にこれぐらいの距離で、イラストを塗りつぶした直後、パパパパパパって言った直後はある程度敵の位置はばらけているんですけど、こうやって逃げてるうちにだん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 敵さんたちも固まってくるので、それほど足が速くても常に正面から来た、常に逃げていればそんなに苦戦することはないですね。動き続けている限り敵に接触することはもうほとんどないんじゃないかなっていう、だから結構舐めてかかって大丈夫というか、ピロンっていう絵がないですね。ピロンっていう絵、これも違ったよな、さっき。あれはどうだ、このアンダーテールみたいなこれ、ああこれ濡れる、これ濡れる、濡れるというかお金になるやつ。やべ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 。このなんか見覚えのある肖像画も、これもダメか、これもダメか。危ね危ね、引っかかった引っかかった。逃げやすくはあるんですけどね。あんまりその敵の足が遅すぎると逆にこう角を曲がったとこで鉢合わせになるとか、そういう危険性も考えられるので、足が速いからかえってそれが逃げやすさにつながっているような気はしますね。まあとにもかくにもこの世界観がめちゃくちゃ好きで、最初に初見で実況したのがいつかな、2017年の年始ぐらい、2年前の年始とかかな。2016ではないな、これ濡れるな。2017年の年始ぐらいに初めて実況して、でそれからというものこのサンライズランドの虜ですよ。濡れ、 OK、逃げろ。あと6枚か、6枚もあるか、ピロンっていうやつ。ちなみにこのマップの構成はそのゲームを開始するたびにランダムで変わります。で飾られているイラストもランダムで変わります。なので今回のこのマップの構成の中に含まれていないイラストとかもあったりします。前やった時はなんかトーマスみたいな、スチーム機関車って書かれたなんかトーマスみたいなイラストもあったような気がするんですけど、いやー BGM もいいですね、世界観もいい、実に絵に描いたようなベイパーウェーブ。この顔もなんか見たことあるな、アップルのなんかファイラー関係で見たことあるな、ファインダーか、ファインダーで見たことあるな。あれでもなんかそんな広くないように感じるな、今回のマップ。えぐれてない場所があるっていうことなのかな。あれあと6枚あるか、ヒーズルクに2枚あるな、2枚あるけどどれもダメか。あ、これいける、見覚えのある肖像。オッケー、おお、結構よくばった。あ、なんかさっき途中見かけたっけ、ピロンっていうやつ見かけて敵に追われてるからスルーしたやつ1個あったっけ。あ、この辺来てないな、まだ来てないというかあんまりチェックできてないな。おお、近いな。でちなみになんですけど、こう柱があって、おっとっとっと、柱があってその上にこうゴリラパソコンがあったり、サングラスかかったやつがあったり、あとたまに水の入ったペットボトルが置いてあったりとか、あるんですけど、これとかね、ペットボトル、フジウォーター水、ああいうのは別に回収できるとかそういうことはないみたいです。なんかあるかなって思っていろいろ試したんですけど何もないみたいですね。アイテムなのかなとかも最初は思ったんですけど、これいけるな、最初に見たマージのバリエーションみたいな。あ、これもいける、結構ある、結構密集してる、この辺に。いけー、オッケー、こいつか、こいつだっけ、こっちに、こっち、あ、同じのが、同じのがある。
裏表にある。敵はね、壁をすり抜けるんですよね。OK、OK、OK。ちょっとずつ、ヒット&アウェイで。これはヒット&アウェイっていうのか。いけ。OK。あと2枚。これは違うな。おお、近い。近い。あのサンライズランドまだチェックしてないか。これ違うか。あと2枚どこだ？これも違ったもんな、さっき。これも違うな。どこだ？これもチェックしたよな。これは？あ、これか！見つけたぞ。一回こっちを回ろう。こっちを回る。これかな？さっき。違うか。あ、これは？これチェックしてない。これ違う。うっちゃえー！敵近い、敵近い、敵が近い。全然ダメージを受ける気配がない。もう僕がもう上手すぎて自画自賛満自しすぎて全然ダメージを受ける気配がないんで、一回ダメージ受けたらどうなるかっていうのをちょろっとやってみましょうか。スコア減りそうな気しますけど、来い、いてー結構過激な音が鳴ります。まあそれだけなんですけどね。ただこういうなんか角っこ、部屋の角っことかでダメージ受けてしまうと、立て続けにダメージ受けてしまうっていうことがまあ稀にあるので、そんなに余裕ぶっこいてはいられないかなっていう。あんま怖くはないけど余裕もぶっこいてはいられないかなっていう感じですね。さあ、あとはどこだ、あとどこだ、あと一つ。これか、これは塗ってるな。塗りに塗ってたな。いいなあ、いいなあ、この世界観。ちなみにこのゲームは、多分ブロークンリアリティの、あ、これだ。ブロークンリアリティ、今シリーズで実況しているブロークンリアリティっていう、もうベイパーウェーブの、ベイパーウェーブの、宝庫みたいな、そんなゲームありますけど、ブロークンリアリティのリリースというかアナウンスのちょっと後ぐらいかな、キックスターターで、クラウドファンディングで資金を募り始めるよりちょっと後にリリースされた作品なのかな確か。さあ、というわけで、ペインティングスレフトがゼロになって、もう塗れるやつ全部塗ったっていう状態なんですが、これメッセージ読んでなかったな。メッセージ飛ばしますけど。はい。ジャンプアウト、ジャンプアウトナウって書いてますけど、もうあとは、マップの外に出て、ゲームを終わらせればいいっていう感じになります。というわけで、行きましょう。せい。振り返ろうか。敵さんが来るかな？敵さん来るかな？来ねえな。全然来なかったな。結構引き離してたんだ。なんだよ、最後のとこサムネに使ってやろうって思ってたのに。You win! というわけで、H はスペース to restart, Escape はバック to quit。はい。というわけで、こんな感じのゲームになります。もうね、もう好きすぎて、もう満足のいく動画撮りたいとなって。久しぶりに実況した次第でございます。というわけで、今回はこのサンライズランドというゲームを実況しました。次回の実況動画でお会いしましょう。さよなら。